こんばんは。こんばんは、ハレリア。こんばんは。こんばんは、ハレリア。ちょっと待ってくださいね。また YouTube が調子が悪いです。すみません。YouTube が調子が悪い。すいません。ちょっと待ってくださいね。はい。すいません。ちょっとお待ちください。はい、これで大丈夫かな。はい、こんばんは。あゆさん、エチルさん、モーカさん、ガッデムさん、それから立川さん、ルルルさん、はい、こんばんは。こんばんは。はい、ああ、そうですか。ちょっと待ってください。またちょっとまだ調子が悪いすいません。ちょっとですね、はい、アイシティさん、アオさん、はい、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、はい、こんばんは。かざみさん、こんばんは。はい、それではですね、はい、ごめんなさい、なんかちょっとおかしいですね、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、YouTube がですね、なんか最近ちょっとおかしくてですね、なかなかうまくいきません。はい、YouTube がうまくいかない。はい、それではですね、今日はなんか今すごく暑くなってきましたね。何か今日は暖かかったですね。はい、今日は金曜日ですね。はい、5月17日金曜日の夜の電動放送です。明日の夜はですね、明日の夜は放送がありません。明日の朝はあります。 YouTube の方がちょっと申し訳ないんですけど、何か調子が悪いです。ごめんなさい。YouTube 調子が悪いです。はい、それでは、今日のタイトルいきましょうね。今日のタイトルいきましょう。今日のタイトルはですね、私たちの真実な姿、私たちの真実な姿ということですが、どういうことかと言いますとですね、私たちは何て言うんでしょうかね、私たちの本当の姿、私たちはこの、見える姿、見える姿が私たちの本当の姿ではないということなんですけど、私たちの本当の姿、ごめんなさい、ちょっとですね、また少し YouTube できるかどうかやっておりますが、できるかどうか。
とですね、ごめんなさいね、はい、ごめんなさい、今日もちょっと YouTube すいません、うまくいかないですね、ごめんなさい、すいません、グダグダで申し訳ありません。はい、じゃあちょっと YouTube 諦めてですね、やりましょう。はい、にゃんこさんこんばんは、ごめんなさいね、YouTube ができなくて申し訳ありません。はい、それではですね、私たちの本当の姿、私たちの本当の姿はこの目に見える姿ではありません。聖書にこう書いてあります。人は上辺を見るけれど、神は心を見る。人は上辺を見るけれども、神様は心を見ると書いてあります。つまり私たちの心が私たちの真実な姿ではないでしょうか。私たちの心は人には見えません。自分にはまあ少しはわかるでしょう。でも私たちは自分の心をあまり客観的に見ていないかもしれません。人の心もですね、ある程度想像でしか見ることができません。しかし私たちは、私たちの姿、私たちの上辺の姿が本当の私たちの姿ではなく、私たちの心が本当の姿ではないでしょうか。 Y さんこんばんは、ごめんなさいね、今日もちょっとダメ、調子が悪くてすいません。一回ちょっとチャレンジしてみましょう。はい、そして、私たちはですね、ちょっと聖書を読みますね、ちょっと聖書を読みます。マタイ10の26、 YouTube できたかな、 YouTube できたかもしれません。はい、あ、できない、ダメみたいですね。マタイ10の26、だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。今はですね、私たちの心は隠されています。私たちが何を思ったか、何を考えているか、それはですね、隠されていると言えるでしょう。しかし、隠されているということであって、決してですね、知られてないということではありません。私たちの心は、人には今は、まあ、人には分かりませんが、神様はいつでも私たちの心を見ていて、またそれを、記録しています、記録しています。そしてその私たちの全てのことはですね、表される、私たちの全てのことが表されている、表される、ですから皆さん、今自分の心は誰にも分かってないように見えますけど、それは神様にはもちろん分かっていて、それが公にされる。わあ、皆さん、自分の心がですね、公にされたらどうでしょうか。それはとても恥ずかしいのではないでしょうか。私たちは今、自分の心は誰も見えないから、平気でいるかもしれませんが、でもそれが表されるということであり、また今もうすでに、いつでも神様は私たちの心を見ているという意味では、まあ、見られていると言えるでしょう。ユービさん、私は神様に見られても何も恥ずかしくない。あ、素晴らしい、素晴らしい。立川さん、僕の全てが記録されています。ああと書いてありますね。
よろしくさん、こんばんは。イエス様だけが真理だとはっきり分かりました。イエス様だけが真理だとはっきり分かりました。皆さん、私たちはですね、自分が自分の姿もよく分からないのではないでしょうか。私たちが鏡を見ます。これ鏡ですね。鏡を見ます。自分の顔が見えますね。これは私の顔ですけれども、私の真実ではないですね。私たちの顔は顔です。本当の私たちの真実は私たちの心だと思いますね。ですから皆さんも、私たちの本当の真実、本当の真実、それは私たちの心だということですね。で、その心が、どうであるか、心がどうであるか、それがとても大事です。それは私たちは、そういう意味では罪人というのは、罪人というのは罪の心を持っている、罪の心を持っている。私たちの心はですね、人に見せられないというか、知られたら恥ずかしいというか、私たちは本当に、自分の心、人に見せられません。しかし私たちがイエス・キリストを信じると、私たちはイエス・キリストを信じると、私たちはいつもイエス様に見られている、いつもイエス様に見られているということで、私たちはイエス様に見られてもいいような言動をするようになってきます。そうするならば、私たちは、隠すような生き方ではなく、いつも見られているわけですから、イエス様を信じるというのは、イエス様が自分の心を見ているということで、私たちは正々堂々と、正々堂々と生きていくことができるのではないでしょうか。そして、私たちはですね、イエス様に、イエス様ただ見てるだけではなくて、昨日もちょっと言いましたけど、イエス様が悲しむような心ではなく、イエス様が喜ぶような心、イエス様が喜ぶような心を心がけるようになってきます。そのように信仰によって自分の心をコントロールするならば、私たちの心はどん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 変わってきて、隠すような心ではなく、隠すような心ではなく、神様にあって、神様にあって正しい心、神様にあって良い心をが身についていくのではないでしょうか。ユービさん、牧師、私のことはいつも心のままだ。そうですね、私たちはその本音と建前が違うようなあり方ではなく、自分の心を正しく表現するような、そういうあり方が必要ですよね。私たちは、口で言ってることと心で思ってることが違うならば、それは嘘になると思います。私たちは心をですね、そのまま、言葉としても、心と言葉がその同じであればそれが本当に真実な心ではないでしょうか。ユービさん、聖書によるとですね、悪い言葉はその悪い心から来る、悪い言葉は悪い心から来ると書かれています。私たちは心が悪いので悪い言葉が出ます。そして悪い言葉は人を汚すと書いてあります。ですから私たちは、悪い言葉を一切捨てて、悪い言葉を一切捨てるということは悪い心を捨てるということでもあります。悪い心を一切捨てましょう、ね、私たちは、悪い心を一切捨てるのです。それがとても大事ではないかと思います。ユビさん、
牧師と仲良くなりたい、気に入ってるのも本心だ、ありがとうございます。それは嬉しい、嬉しいですね。はい、はい、それではですね、今日は何を言いたいかというとですね、まあ、私たちは普段の現実の世界の中で、まあ、見かけを見ている、見かけを見ている、私たちはなかなか真実を見ることができない、真実を見ることができません。しかし私たちはその真実を見なければなりません。私たちはこのサタンの、サタンがいろいろ隠して、いろいろ嘘を言って、私たちを騙そうとしています。そういうことで私たちはそのサタンの嘘を見破って、真実を見る必要があるということです。私たちはある意味では、真実を見ていない。この隠されたものしか見ていないと言えるかもしれません。しかし私たちはだん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 この人間の真実、その社会の真実、世界の真実がだんだん見えてくるのではないでしょうか。そしてそれはとても大事なことであり、そうですね、真実な目を持って歩む、それは、まさに私たちの、この霊的な 目が養われて、いろんなことが見えてきて、そして、理解して正しい判断ができるようになるのではないでしょうか。そしてイエス様が再臨近いです。そしてイエス様が再臨した時に全ての人が裁かれますが、その時に全てのことが暴露されます。必ずここにあるように全てのものが、隠されているものが全て知られずに済むのはない、隠されているものが全てこの現れる。私たちはそのことをしっかり理解しなければなりません。何も隠すことはできない、何も覆い隠してですね、嘘をつくことができない。全てのものが暴露される、全てのものが暴露される、これが聖書の主張です。ですから私たちはそのことをしっかりこう気持ちに入れて、私たちは嘘をつけないんだ、嘘をつけないんだ、隠せないんだ、必ず暴露されるんだ、必ず私たちの隠しているものは、お役にされるんだ。私たちはそのことを理解すると、知るともう隠そうとしない、神様に対していつも正直に、いつも私たちは自分の心を正直に言うようになります。なぜならばいくら隠してもいくら嘘をついても必ず暴露される。それは恐ろしいことです。ですから多くの人は、嘘をついて生きているかもしれません。しかし私たちはそれを悔い改めて、いつもイエス様に対して、イエス様に対して正直に、自分の心を正直に言うようになっていきます。祈りというのは、皆さん、祈りというのは正直に言うことなんですね。イエス様に対して正直に、自分の心を正直に言います。それが祈りなんです。ですから祈るということは正直になるということでもあります。祈らないということは隠しているということでもあるでしょう。多くの人は、神様に、隠して生きている。多くの人は神様に隠して生きています。しかし私たちは神様に、正直に生きます。
私たちは神様に正直に行きます。ですから祈るのです。いつも正直に祈って、正直に告白し、正直に悔い改めて、私たちは神様に正直に生きていく、これが信仰です。それでは証タイム行きましょう。イエス様を信じて嘘をつかなくなってきた証。イエス様を信じて、自分の心に対して正しく表明するようになった証。イエス様を信じて、イエス様に対して、イエス様に対して自分の心を正直に言うようになった証。スタート。ユミさん、いいことも悪いこともいつも心のまま、それは正直でしょう。でも悪いことがない方がいいんですよ。ね、悪い心がない方がいいんです。大将さん、神様のおかげで何でもないようなことが幸せになりました。ヨンヨンさん、神様って誰でも救ってくれるんですか？イエスキリストを信じる者は救われます。イエスキリストを信じる者は救われます。以前は大嘘つきでしたが、聖書のおかげで嘘をつかなくなりました。イエス様はこの世に存在すると確信した。正直になれた。ちょっとすみません、コメントが見え。健吾さんね、健吾さん、以前は、あ、ごめんなさい。懺悔しに行ってもいいですか？はい、来てください。両川丸さん、以前は可愛い嘘をついてましたが、今はもっと悪くなっちゃったんですね。アイスティーさん、神を信じて嘘をやめれました、アメン。ホステさん、キューちゃんは隠し事ないんですか？何でもかんでも人に言うということではないです。でも神様に対しては、正直になります。人に対して何でも喋っちゃうということではないですよね。ユウさん、自分の子供たちにも誰にでも悪いと思ったらすぐに謝ります。誰にでも正直でありたいです。素晴らしいですね。モーカさん、イエス様への信仰に嘘偽りはありません。子供のような純粋な心で祈ります。大将さん、世界中の誰よりもきっと神様は愛にあふれていると思いました。その通りですよ。イエス様に裏切られたりはありますか？全くないですね。全くないです。イエス様に裏切られたことは全くないです。坂田さん、悪コメを打っていた自分が恥ずかしいです。ゆうびさん、私も裏切らないぞ。あ、素晴らしいですね。イエス様がどの辺にいて、どこにお祈りしたらいいのですか？ヨガマルさんがイエス様と祈るなら聞かれるのです。ヨガマルさんが祈っていることはすべてイエス様が聞こえますので、ですから祈ってください。サチさん、キューちゃんに会って懺悔したいです。はい、ぜひ、連絡ください。モンカさん、
イエス様を愛すれば愛するほど魂が浄化され清くなると信じてます。アメン。大将さん、ドブネズミのような私にも神様は愛してくれます。アメン。パウニアさん、地上のものは一時的と思いました。そうですよ、皆さん。この地上のものは全部一時的です。全部一時的です。この世のものは全部一時的ですね。ですから私たちは一時的なものに価値を見出さないで、永遠に残るものに価値を見出しましょう。永遠に残るものを求めましょう。神様のためにした良いことも天国で明るみに出されるということでしょうか。その通りですよ。悪いことも明るみに出されますけど、良いことも明るみに出されます。ですから私たちは、良いことをしてですね、何か信仰的な良いことをしてですね、人に自慢する必要はありません。私たちの良いこともまあ、明るみに出されますから、自分でそれを、ね、明るみに出す必要はないのです。むしろ私たちは信仰的な良いことを隠しておいて、ね、悪いことは、ね、もちろん、隠してはいけませんが、良いことはたくさん隠しておいて、それが公になることがあります。はい、メイさん、こんばんは。メイさん、こんばんは。大将さん、両親はエホバの信者でしたが、私は目が覚めました。アメン、アメン。パイオニアさん、罪によって死んでいる魂が生き返ってほしいです。イエス・キリストを信じると死んでいた魂がよみがえります。死んでいた心がよみがえります。それが救いです。それが救いです。多くの人の魂は死んでいます。罪によって死んでいます。その魂がイエス様を信じると生き返るのです。よみがえるのです。モモカさん、イエス様が塵を払ってくださったので、真実の姿が明るみに出されても大丈夫だと信じてます。この放送でいつも学んでます。そうですね、私たちは、いつも、イエス様を、意識しています。いつもイエス様に見られていることを受け入れます。ですからもう隠していません。私たちはイエス様に対して何も隠しません。そうすれば正々堂々と生きることができます。どうやって祈ればいいの？友達に、電話するように祈ってください。携帯で電話するようにイエス様に祈ってください。パイオニアさん、主イエスが私たちの罪のために死なれたことが最も重要なことだと思いました。その通りです。十字架でイエス様が私たちのために死なれたこと、それが最も重要なことです。サチさん、私は罰を受けました。サチさん、本当の罰を受けないために、本当の罰を受けないためにイエス様を信じれば罪が許されます。イエス様は何で死んだのですか？全ての人のためです。全ての人のためにイエス様は死なれたんです。タラさん、今日もびっくりしたんですが、金粉がまた出ました。スカイプで送ってもいいですか？はい、送ってください。金粉の写真送ってください。素晴らしい。
ランコさん、ニコキャスやってます。今日は放送してます。YouTube は今日もちょっと失敗してます。ニコキャス今放送してますよ。ホフトさん、洗礼するときその辺の川で一人でやっていいんですか？洗礼を受けたければですね、ご連絡ください。一人ではやらない方がいいと思いますね。洗礼を受けるときは、ぜひご連絡ください。あ、ストーンの写真ですか。劉備さん、パワーストーンはダメですよ。パワーストーンは、それは、ですね、まあ、なんつったらいいんでしょうかね。まじないになっちゃうんでしょうかね。まじないです。連絡していいですよ、もちろん。連絡してください。それではファイナルメッセージ、しましょうね。ファイナルメッセージ、皆さん、目に見えることが真実ではないのです。目に見えるものというのはおおよそ隠されていますね。人間はもちろん肉体がありますけど、肉体が私たちの真実ではありません。私たちは、肉体だけではなく心があります。私たちの本質は、肉体ではなく私たちの心が私たちの本質ではないでしょうか。そして社会もそうです。社会の見かけの社会は社会の本質ではないと思います。社会の本質はやはり目に見えない、真実があると思います。私たちは以前はそれを知りませんでした。しかし、イエス様の教えを学んで、ジュンさんこんばんは、野猿さんアメン、私たちはイエス様の教えを学んで、だん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 真理が見えてきました。私たちの真実、社会の真実、私たちはいろんなものが見えてきたんです。あ、タラさん写真ですか。ごめんなさい、タラさんまだ見てませんが、あ、これかな。あ、ありましたね。ああ、本当ですね。タラさんの写真、ちょっと大きくしてみましょうか。タラさんの指の写真が出てきましたけど、ああ、どこでしょうかね。ちょっとわからない。金粉ですか。ちょっとごめんなさいね。目が悪いのか。ちょっと金粉がよく見えない。はい、タラさんがですね、金粉の写真を送ってくれてます。ちょっと後で拡大してちょっとゆっくり見てみますね。ジュンさん、人生いつになっても勉強なんですかね。私たちは、もっともっと成長する必要があります。もっともっと学んで、もっともっと真理を知りたいと思いませんか。私たちは、霊的成長をするべきです。霊的成長をして、もっともっと霊的に大人になりたいと思います。ですから私たちは御言葉を学んで成長してるんですよ。御言葉を学んで成長してます。タラさん、リスナーは若い人も多いので本物なら見てももらいたいと撮りました。そうですか。今タラさんちょっとね、大きく分かんないので、ちょっと見ときますのでごめんなさいね。私たちは将来イエス・キリストを信じる者は天国に行きます。多くの人は天国はなんかこうちょっとね、ファンタスティックに、この夢のような世界のように見えます。でも本当は逆なんですね。
本当は天国の方が真実の世界なんですね。天国の方が真実の世界で、むしろこの世の今この私たちの世の中の方がちょっと夢のような世界なんです。この私たちの現実は本当の真実の世界ではありません。天国に行った時に本当の真実、本当の真実が見えてくると思います。ですからぜひ皆さん、私たちは期待しようではないでしょうか。真実が、全ての真実が見える時が来ます。全ての真実が分かる時が来ます。今はぼんやりしています。 今はですね、いろんなものがぼんやりしか見えません。しかし将来はっきりと、物事がはっきりと見えるようになってきます。パウロもそう言ってます。ですからその物事がはっきり見えるような時を期待して、今私たちはできるだけ真実に、できるだけ嘘のない心、嘘のない生き方をしようではないでしょうか。そしていつもイエス様に対して正直に祈っていこうではないでしょうか。また捕らえ人に対して正直に対応していこうではないでしょうか。はい、その上招きをしましょう。じゅんさん、死んだら地獄もあるんですか？本当にあります。本当に地獄も天国もあります。ですから皆さん、もう地獄に行かないで天国に行きたいと思ってください。りょうがまるさん、祈ります。救われたいです。アメン。パウニアさん、前よりも信仰的になったと思います。素晴らしい。今日の放送を聞いて、ああ今まで私は、自分の心が見られているということを気がつかなかった。もし自分の心はもし見られているならば、イエス様に見られているならば、見られてもいい心になりたい、悪い心ではなく良い心になりたい。そして将来、全てのものは暴露されても、自分の心が暴露されてもいいような心になっていこう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、嘘のない生き方をしたい、真実な生き方をしたい、そう思う方はアメンと言ってください。アメン。野猿さん、私も救われたい、私も救われたい。嘘のない心、真実な生き方、イエス様に対して正しい生き方をしたい、イエス様に対して真実に生きていきたい方、アメン。真実な心つのべ、真実な心つのべ。お父様、感謝します。私たちは、本当に悪い心、嘘の塊でした。人に対して、また自分に対して、嘘がありました。イエス様、ごめんなさい。私たちが正直に、正直に自分の心を正直に告白することができるように変えてください。イエス様に対して、人に対して正直になれますように。正直な心、正直な心、嘘のない心、見栄を張ったりプライドを持ったりするのではなく、へりくだって、へりくだって、隠すような心ではなく、真実な心、真実な心をください。あなたの血潮によって清めてください。私たちの心を清め、ますます真実な心になられますように。イエス様、清めてください、清めてください。
私たちに死にの御霊、死にの御霊は、聖霊様のことです。聖霊に満ちて、聖霊に満ちて、死にの死にの心を与えてください。聖霊に聖霊を与えてください。そして雨といった方々が聖霊様によって、聖霊様によって死にから真理、真理から死にの心となりますように。イエス様が清いように私たちを清めてください。清い心を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。パウニアさん、砕いてほしい。そうですね、私たちはもっともっとね、砕かれて砕かれて、まあ砕かれることはちょっと辛いですけど、でも砕かれて砕かれて清い心になりたいですね。減り下った心、イエス様のような心、イエス様のような心になりたいですね。それじゃあありがとうございました。明日の朝また7時にお会いしましょう。今日も YouTube できなくてごめんなさい。それじゃあまた明日の朝、シャローン。おやすみなさい、シャローン、シャローン。おやすみなさい、シャローン。